世界大戦争は1961年10月8日に公開された東方製作の特撮 SF 映画。監督は、少林総計。カラー、東方スコープ、多元時切り大音響。上映時間110分。昭和36年度芸術祭参加作品。平映は、泡森くん乾杯。少林総計監督と松林組スタッフ。連邦国と、 同盟国の二大勢力間で勃発した世界最終戦争を姿勢に生きる人々の姿を通して描く反戦映画である。また、制作当時は劇場公開直前に起きたベルリンの壁構築や翌年のキューバ危機に代表されるように東西冷戦の危機感が強く、それを反映した人間ドラマでもある。私は会になりたいのテレビドラマ版と映画版の両方に主演した。 フランキー・サカイが理不尽な運命に翻弄される平凡な小市民を熱演している。兵器や軍服のデザインや国章から連邦王国は資本主義陣営、同盟国は社会主義陣営を意識して描かれているが劇中のセリフには両陣営とも英語が用いられている。準備校の段階ではアメリカやソビエトといった実在の国名で書かれていた。アメリカでは ザラストウォーのタイトルで公開され、メキシコや西ドイツ、イタリアなどでもソフト発売やテレビ放映が行われた。僧侶でもある松林監督は、本作の根底を流れるテーマとして、仏教の無常感を挙げている。東方プロデューサーの田中智之は、当時の世界情勢から第三次世界大戦を題材とした映画の制作を構想し、橋本忍による脚本で、 制作準備を行っていた。しかし、東映でも同様の題材を扱った映画、第三次世界大戦41時間の恐怖を制作していることが判明したため、東方側も監督に堀川博道を立てて、第三次世界大戦東京最後の日の制作を急ぎ、決定し、両者は競い合う形で制作を進めていった。マスコミも、 この競合を報道するが、東方側の脚本が先に完成していた、東映側との類似を指摘され、東方側は、脚本の開講を余儀なくされるも十分な解消には、至らず、制作の中止を決定した。その後、内容を一新して制作が再開され、本作の完成に至った。特撮セットにて、津村屋栄治特技監督と、特技スタッフ。戦後十六年が経過し、 急速な復興を遂げた日本。主人公、田村も吉は、家族の幸せを願いながら、外国人記者の集まるプレスセンターの運転手として、日々働いていた。そんな中、田村の長女、サエコは下宿中の青年公開し、高野と恋仲になっており、長い公開を終えて帰還した、彼と久々の再会を喜ぶ。そんな二人はついにも吉に対して、結婚の決意を語り、 驚く彼に反して、妻の大吉も賛同し、二人は結ばれることになる。一方、世界は、連邦国と同盟国の二大陣営に分かれ、両陣営は、お互いに、核兵器を持って睨み合っていた。間もなく、北、大西洋で行われた、同盟国陣営の軍事演習エリアへ、連邦国陣営の潜水艦が侵入したことを、きっかけに、両者の関係は緊迫する。 タムラが担当する記者、ワトキンスもその状況を危惧し始めた。日本政府も国民の間に動揺が広がりつつあることを考慮し、両国の関係改善の道を探ろうとする。だが、ワトキンスが緊迫した朝鮮半島、北緯38度線の情勢を取材に向かった、その数日後、小型ながらも実戦で核兵器が使われるという事態が発生し、連邦国、 同盟国人映像法で発射装置のボタンが押されれば弾道ミサイルが発射される状況となっていた。日本では総理が秒針を押して公務を行い、両国の緊張をこれ以上高めまいと懸命の努力を行う。現場にいる軍人たちも最悪の事態だけは避けたいという思いを胸に想定外の事故や発射装置の故障による回線を阻止していた。やがて、 南北朝鮮間で停戦協定が結ばれたことによって緊張が解け始めるが北極海上で発生した軍用機同士の戦闘をきっかけに再び悪化し世界各地で国同士の対立が激化してしまう政府は核兵器の使用だけはあってはならないと訴え続けるが日本でもついにミサイルへの警戒が始まり人々の不安は頂点に達した 大都市から避難しようとする人々でターミナル駅は大混乱となり街は無人溶かす。しかし田村一家は自宅に残り最後の晩餐を開く。最古は数日前に再び長い航海に出た高野へ向け覚えたてのアマチュア無線で最後のモールス通信を行い洋上の高野もそれに応える。最古最古幸福だったね。高野さんありがとう。 また、夕日を前にしても吉は叫ぶ。母ちゃんには別荘を建ててやるんだ。サエ子には、すごい婚礼をさせてやるんだ。春江はスチュワーデスになるんだ。一郎は大学に行かせてやるんだ。俺の行けなかった大学に。その夜、東京は、核の閃光に包まれ、妖怪する。翌朝、洋上の高野たちは自分たちにも残留放射能による、死が訪れることを覚悟の上で、 東京へ帰ることを決意するのだった。以下ノンクレジット出演者 VHS、LD と DVD は発売されたが、BD は2021年現在でも発売されていない。なお、有料配信は Amazon プライムや iTunes で行われている。ありがとうございます。